こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、子供がいてまだ1歳にもならないんですけども、やっぱり将来のことを考えますよね。で、どういうふうな人生設計を子供に、なんとなくね聞かしていこうかなと思うのは、私の感覚では就職っていうのは基本的にないですね。子供に対してはその頃就職っていうものはなくなってると思います。で、20年後ぐらいですよね、20年後就職はないかなと思います。多分ね、今のこの状態、今年の状態を見て就職がまだあると思っている人の考えには私全然同調できないんですよね。もちろんゼロにはならないと思いますけども、多分就職っていうのは特別高い技能を持っているか、自分にしかできないことができるか、それとも強い集客力があるか、このぐらいなんじゃないかなと思うんですよ、就職できるのは。というのはやっぱり労働ってのがね、きっと人間にはもう渡されないと思うんですよ。労働と言われているもの、作業と言われるもの、いわゆる今多くの方が仕事と思っているものは、多分人間がやるに値しないものになってくるんじゃないかなと思いますよね。そして、ちょっと飛行機の話題が出ましたけども、国際線っていうのがありますよね。で、国際線も今までが異常だったんですよね。数千円とか数万円で海外に行けるっていうのが、だからこれがなくなってですね、多分限られた人とか所得の高い人だけが外国との行き来ができるような世の中に戻るんではないかなと思うんですよ。そもそもそんなにね行く必要がなかったんですよね。で、今回も不要不急という言葉に照らし合わせて、多くのことが不要不急ではなかったってことに気づいている方もいらっしゃるんではないかなと思うんですよ。で、相変わらず社会は回っていきますし、なんかいらないものが浮き彫りになったとも言えるんではないかなと思うんですよ。で、今ね、飲食店さんも結構厳しい思いしてると思いますけども、今回の感染症騒動がなくても私の店をはじめとする飲食店とか、店舗っていうのは結構潰れてたんですよね。多分ね、店舗にしてみると、これから人口減少が起きている時に、現状のですね、飲食店でさえ60万店舗ぐらいあるんですよ。これがね、多すぎるんで過当競争が起きてるんじゃないかなと思うんですよ。でも飲食店が例えばね、私3分の1ぐらい、20万店舗ぐらいになるとどうなるかっていうと、もうどこに行っても満杯みたいな感じでね、今の価格ではなるんで、価格設定をちょっとね上げて3倍ぐらいの倍化だから、ランチが1500円とかディナーが2万円とかっていうのが、標準の価格になるとしたら、そんなにね誰も彼もが行くようなものにはならないと思うんですよ。なんかそのぐらい、ドラスティックに未来っていうのは変わっていくんじゃないかなと、揺り戻しっていうんですかね、そういうのが起きるんじゃないかなと思うんですよ。もともとね、500円以下でランチが食べれるっていうのがちょっと過熱しすぎたんじゃないかなと思うんですよね。そうなると低価格でお弁当とかね、外食ができちゃうと、自炊をする人がいなくなったりとか、そういうことも起きて、最近は自炊する人が増えたんで、食品が高騰したりとかっていうのもあるみたいですけども、いろいろ考えちゃいますね。将来のことを考えると就職っていうのはなくなってると思います。で、別の概念ですよね。例えば私の場合は子供に10歳ぐらいでは投資と YouTube はもうマスターさせようと思いますね。10歳ぐらいで、それは私ができているんで子供には多分教えれるんですよ。で、そうなるとおそらくですけども、必要最低限の読み書きとかは必要だと思いますけども、学校に行って教わることのほとんどが不要になってくるんで、多分通学とかも、させないようになるんではないかなと思いますよね。私の場合はね、受験勉強とか受験戦争とか全く意味がないんですよ。で、なんで受験するのかっていうと、やっぱりいい進学っていうのを目指すわけですよね。で、いい進学なんでしたいかっていうと、いい就職のためにするわけですよね。でもどうでしょうかね、10歳とか、10代のうちに自分の生きていくだけの資産とか、自分がいつでもマーケットからお金を出せるビジネスのセンスとかを身につけた時って、もうすでに高卒大卒は邪魔にしかならないと思うんですよ。私はそういう時代が来ると思うんですよね。学歴を多くの方が持たずにエリートが支配していた時代から、誰でもが進学できて、高校の進学率はほぼ 100%、 大学に至っては 50%、 もうね、勉強を目指していない人でも大学に行けちゃったりするという、今の状態ですよね。大学全入時代って言って、大学の方が今余り出してるわけですよね。そうなってくると、もう別に学力とかなんとかではなくて、学校の経営のために入学させるっていう流れも起きちゃうんじゃないかなと思うんですよ。一部起きてますけどね。そうなってくると、大卒にはあまり意味がないと。でもだからといって高卒の方が強いかって言ったら、大卒にはかなわないっていうのは変わらないですね。これ平均値ですよ。
そう考えると私はね、その進学就職の道っていうのは花からないもんと思って、それは YouTube に出社した方がいいかなと思うんですよ。 YouTube どうですかね。 YouTube ってのは私思うに確実に誰でも稼げるんですよ。でもその稼げるところまでやる人がほとんどいないんですよね。いつもジョギング程度とか腕立て伏せをしている段階、基礎体力作りをしている段階で多くの方は脱落していく。部活でいうと 1,2,3 年ってあって、1年は基礎体力作りなんですけども、それで半数辞めるみたいな感じですよね。で2年でレギュラー争いでほとんどのものが脱落して、レギュラーになったものでも3年で卒業して、それ以上例えば高校野球でしたらね、大学で野球するかって言ったらしない、一般企業を勤めるみたいな感じで息切れしていくのかなと思うんですよ、うん、だからね、だから逆に YouTube、インターネット発信し続ければいいんじゃないかなと思います。じゃあ動画のまとめに入っていきますけども、世の中でどんな業種が足りないのか、先ほどはね、飲食店が多すぎるんじゃないかなってことを言いましたけども、逆にどの業種が足りないかっていうと、私は圧倒的にですよ、情報発信業が少ないと思います。まあなんせね、すぐ辞めるんですよ、人は。情報発信になると。なんですかね、まだまだ世の中には情報足りないんですよ。だってマスコミは嘘ばっかりとか言うでしょ。で、学校では何も教えてくれない。お金のこととか税金のことを教えてくれないって言うでしょ。うん、だってそれは YouTube からでいいんですよ、知るのは、学ぶのは。でも YouTube で発信する人が少ないから、YouTube で発信する専門家が少ないから、なかなか手に届かないってことになると思うんですよ。で、ましてやね、学校とか塾で教えてくれることはもっともっと限られてる。受験のためなんですよ。受験までの戦闘力者を身につけてくれないですし、そもそも受験を考えていない、高校受験とか大学授業を考えてないものにとってみたら、学校とか塾ってのはまあほとんど無意味なんですよね、うん、学校で意味深いものがあるとしたら、恋愛ができることと、それから給食が出ることぐらいかなと思いますよね。そうじゃないですかね。学校のメリットってね、なんだろうなと思ったら、やっぱりね、男女出会いの場があるってことじゃないかなと思うんですよ、うん、それはなかなかいいんじゃないですか。恋愛を意識するのって多分学校からだと思うんですよね。はい、ということでね、私はそういうふうに思ってます、で、インターネットに就職しよう、 YouTube に出社しよう、こういう概念でまあいいんじゃないかなと思いますよね。私は子供にそうしようと思いますね。で、パソコンに出社して、で、そこで投資をやる、情報発信をする、それがイコール集客になる、ビジネスを仕掛けていく、これでいいんじゃないかなと。学校に行ってる暇はないと思いますね。就職してる暇もないですね。ということで、私の今回の動画は以上です。